若宮八幡社は、大分県大分市上野町に鎮座する神社である。大分市中心部の南部にある、上野丘陵の麓に位置しており、南側で、平成20年に開通した大分、中央幹線道路に面している。また、西側で、大分市立上野が、岡中学校に、北側で、久し大本線の高架線路に接する。社殿では、研究7年6月に、 大友氏初代当主、大友義直が、無前、文後二国の仕事として下校した際、鶴岡八幡宮の文例を勘定して建立したと伝えられるが、史実は不明である。当初は、小賀鶴に建立されたが、大分川に近く水害にあったため、県民元年に現在地の東側に遷座した。天正9年から天正14年頃の府内を描いたとされる。 府内小津にも現在地とほぼ同じ位置にこの神社が描かれている。中世の大友氏間から見て南西に位置しており、文豪国の国府が置かれた府内の陳守として大友氏から代々崇敬を受けた。第19代当主の大友吉長は社殿を再建し、第20代当主吉明や第21代当主吉重では修理を行っている。また、祭礼の際には、 大友士官から飾り馬を出して行行に参加した。明治時代に入ると明治14年6月に南新地に遷座。しかし発展により周囲が世俗化した上、境内が手狭であったため、大正10年7月に現在地に戻っている。なお、府内3丁目の旧地は後に若竹公園となり、さらに公園が移転した後には若竹ビルが建てられている。 平成15年には、境内の一部が新設される大分中央幹線道路の予定地にかかったため、社殿を改築し、境内西側に移した。ありがとうございます。